お疲れ様です。白髪を染めるとね、ちょっとなんかリフレッシュした感じになって気持ちも引き立ちますね。でね、希望と絶望のパラドックスなんですけども、本気で絶望したらそこからね、希望が生まれるらしいんですよ。なぜかっていうと、中途半端な絶望はまあいっかっていう諦めで改善に向かわないんですよね。でも徹底的な絶望って、もうこんな絶望は嫌だっていう風になんかモチベーションになって抜け出るこの力になるんですよね、だから金がないのが耐えられないとか、お金がなくって自分の欲しいものとか欲しいサービスが手に入らないのが耐えられないっていうところまで行くと、それは手に入れたいっていうモチベーションになるんですよね。そう考えていくと、状況はやばいし不服なんだけど、まあでも苦労して抜け出すほどでもないかっていうふうになっちゃうのかなというふうに思うんですよね、多くの方はね。だからそこが単なる絶望と希望の生まれる絶望との大きな違いかなというふうに思ったりしますね。だから本気で絶望を感じるってすごい希望なんじゃないかなっていう、そんなパラドックスでございました。じゃあ